応援団長の直樹です。さあファイナルに向けて熱い試合が、繰り広げられておりますが、東京戦、連敗をしましてですね、そして乗り込みました、JT 戦1勝1敗、若手の素晴らしい力でですね勝利、することができました。さあそこで活躍しました安井康介選手にちょっとインタビューをしておりますんで、ちょっと聞いてください。熱い男です。安井選手のお話です。どうぞ。もう体がもう入団当時からしたらもうすごいですね。パンパンになってきてますね。そうですね、まあ、入団した時も、まあ、太ってて減量して感じだったんですけど、まあ、やっぱ筋トレしてからやっぱ体つき変わって坂本さんが言ってもらったりとかして、ね、まあ、いじられますけどね、チームメイトにはやっぱり。いや、自分からいい子じゃないですか。見てください、ナムさん。じゃあ、勝ち勝ちですよ。ナムさんにはね、ナムさんには言いますけど、そうやっぱ先輩方からなんか、お前デブやな、いじられますよね。まあでも安井子はね、明るいですよ。あ、マジですか。うん、なんか僕も一緒にこう喋ってたりとかしたら、もうこっちもね、パワーをね、いつもいただくんですけど、でやっぱり最初入団の時はやっぱちょっとレシーブのところで自信ないところがあって居残りで本当に徹底してこっちの片面で練習してました。上がってきましたね、やっぱりね。どうですか。まあそうですね、入団した時やっぱりまあずっとミドルブロッカーをやっていて、まあプロ入ってやっぱアウトサイドに転向っていうのはなかなかないと思うんですけど、まあそこにまあなんですか、自分の強みとしてやっぱパワーであったりとか、はい、まあ、肩の強さっていう面ではやっぱり自信を持っていいよとか言われてたので、うん、あとはまあレシーブ面、守備的な部分であったりとか、はい、まあ、少し細かい技術的な部分っていうのをやっぱりまずはこの1年でしっかり基盤っていうのを作り上げていこうって話をしてたんで、うん、まあ、とりあえず数こなそうとは思ってました。いや、すごいです。一生懸命ですからね、本当、うん、まあ、特に、まあ、直近になりますけど、まあ、出雲大会ではやっぱり日曜日から3、4って出させてもらって、そうです、ね、やっぱスタッフ陣、スタッフの方々にはやっぱ思いっきりいけって言ってもらいましたし、うんうん、せいやさんとかにはやっぱお前がチーム引っ張らないとっていうのをずっと言われてたんで、うん、まあ、とりあえずもうプレーで引っ張ろうと思って、うん、まあ、自分の強み生かそうと思ってやっぱりトス人より名前も読んだりとか、うん、まあ、声出して盛り上げたりっていうのは意識してやってました。そうですね、安井選手ファンがどんどん増えてきましたね。増えてるんですか。増えてきましたよ、増えてきました、増えてきました。正直全然実感ないですよ。いやいやいや、大幅とか、はい、そういう新年程度大会のこう、うん、手振るじゃないですか最後、はいはいはい、絶対倒れてます。この声援、手振ったらすみませんけども思いっきり手振ってあげてくださいね。ちょっと案外落ち込みますんで彼。落ち込みます ね, ね、はい、ということで安井選手でした。ありがとうございました。ました。さあ安井選手、聞いていただきました、パワーがあります。そして、元気です。さあ、そしてレギュラーラウンド、最終戦ホームゲーム、2連戦です。ここをしっかりと若い力で、ファイナルラウンド進出いきましょう。さあ見ていただきましょう、こちらです、どうぞ。3月16日 J テクトスティングスを迎え撃ったホームゲーム、この試合に勝てば5位でのファイナルステージ進出が決まる大一番。ブレイザーズは第1セットから優位に試合を運びます。堀江選手ナイスレシーブ、これをバード選手がフォロー。今度はバード選手ナイスレシーブ、そして走り込んでのアタック、スーパープレーだ。アリーナも序盤からすごい盛り上がりです。バード選手レシーブから、え、クイック？繋いだボールをレフトからサポダ選手、この切れ味。さらにこのド迫力、強いブレイザーズ。サポダ選手のサーブ、堀江選手ナイスレシーブ、これもレシーブ。そして高野選手がレフトから、
主導権は完全にブレイザーズが握りました。大事なところで頼りになる松本選手、得点を重ねます。ブレイザーズセットポイント。サーブレシーブがセッターに返ってライトから迫田選手、ブレイザーズ第1セットを奪いました。第2セットも奪って盛り上がるアリーナ、ストレートで一気に決めたいブレイザーズ。バードン選手のブロック、今度は高野選手と竹本選手の2枚ブロック。このセットも流れに乗るブレイザーズ。森選手のサーブレシーブ、そしてバーノン選手がライトから、ナイスレシーブ森選手。高野選手のサーブ、バーノン選手がつないだボールを重留選手が決める。いいぞ。終盤もブレイザーズペース。バーノン選手がライトから決めてマッチポイント。最後は高野選手が決めてストレート勝ち。ファイナルステージ進出が決まりました。そうですね、まあ、まだまだ上げるボールも多かったですし、まあ、スタートは良かったですけど、まあ、ちょっと 2,3 セット目まだまだ上げるボールがあったので、そこはまあ自分の課題として捉えて、まあ、それ以上にまあチームが今日勝てたので良かったです。そうですね、もちろんあのレギュラーシーズンの順位も関係あるんですけど、もうファイナル始まったらもう一発勝負なんで、もちろん頂点目指して、それこそ1戦ずつ、1点ずつ、1球ずつ、魂込めてやって、最終的に笑って、頂点掴み取りたいなと思います。まあ、プレッシャーのかかる試合が続いて、まあ、なかなかこうもうちょっと早くで決めたかったんですけど、最終週までもつれてしまって、まあ、ただ本当にこの周りのお客さんの中、声援で後押ししてもらいましたし、最高の雰囲気の中プレーすることができましたし、まあ、本当にそのおかげで、まあ、このホームゲームで、ファンの皆さんの前でファイナル決めれたっていうところは、まあ、良かったのかなと思います。ホームゲームの最終戦の試合前に、堺ジュニアブレイザーズと会津ジュニアブレイザーズのエキシビションマッチが行われました。Vリーグのアリーナで応援アナウンスなども雰囲気そのままで、未来のVリーガーたちが力いっぱいのプレーを見せてくれました。この日がレギュラーラウンド最終戦。2セットを奪われたブレイザーズですが、第3セットは序盤から優位に試合を進めます。ライトから安井選手、豪快に決めます。そして重留選手のバックアタック、若き大砲たちが躍動します。できた選手のクリック、若い選手を引っ張ります。赤星選手が1枚でブロック、リードを保って終盤へ。しかし、ジェイテクトがここから追い上げてきます。終盤に逆転を許してしまいました。
まだまだ諦めないブレイザーズ。堀江選手のレシーブ。これも懸命のプレー。すごいラリーになりました。あと一歩及びませんでした。ジェイテクトマッチポイント。重留選手のサーブ。最後はジェイテクトに決められ、最終戦を勝利で飾ることはできませんでした。試合終了後、レギュラーラウンド終了のセレモニーが行われました。本当に長いレギュラーシーズンの応援ありがとうございました。千葉監督と山口キャプテンがサポーターの皆さんへ感謝の言葉、そしてファイナルステージへの意気込みを伝えて、長いレギュラーラウンドが終了しました。開幕戦からまあずっと試合に出させてもらって、まあ、レギュラーシーズンが今日でまあ終わって、まあ、そこからもずっと休憩なく試合に出させてもらったってことがやっぱり一番自分の中で大きかったなっていうのはあるんで、ブレイザーズで来て本当に良かったなっていうのはめっちゃ思います。下克上どうですか？下克上。いやもうしてやります。絶対やります。最終戦までではなくしっかりまあ5位で勝ってファイナルに行けたっていうのはまあ嬉しいんですけど、やっぱりそうファイナルを目指してやってるわけじゃないんで、やっぱり優勝を目指してまあシーズンスタートしてると思うので、やっぱりここからこう気持ちを切り替えてファイナルでどういう風に勝っていこうかなっていう気持ちでこう次からの練習に取り組んでいきたいなというふうに思います。まあでもそうですね、一発勝負になってくるので、まあやっぱり一発勝負になるとまあ宇宙強いんじゃないかなって思うので、はい、まあまあいい意味で捉えてまあファイナル勝って優勝までいきたいと思います。昨シーズンファイナルで、まあ、手も足も出ない状態だったので、うん、まあ、今年は、まあ、どれだけ、まあ、食いつけるか、まあ、結構非常に楽しみにしているので、うん、はい、まあ、いい結果につながればいいかなと思います。ホームゲームで僕たちを勝ててファイナルを決めることができたっていうのはすごいまずありがたい話で、うん、でもそこからまた5位っていう結果が決まってるので、そこからまた1ダウンと上位を目指して、ね、もっと上を目指して優勝までいけるように頑張りたいと思ってます。ね、ね、下克上どうですか？下克上。そうですね。やっぱりまあ負けてばっかりじゃいられないので、やはりこの上位のチームに食らいつく気持ちでもっと頑張っていきたいと思います。はい、佐野選手への応援もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張りましょう。ビッグニュースです。2024年度の男子日本代表登録メンバーに渡辺コール選手が選出されました。6月からのネーションズリーグ、そしてパリオリンピック、期待が膨らみます。